セレスタは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。アルザス地域圏の中央部に位置し、コルマールの北 22km、ストラスブールの南 47km にある。標高 165m から 184m の大地の上に市街があり、イルガワ砂岩で発展した。ボージュ山脈にも近い。モーリスルメールトンネルの存在が、 ロレーヌ地域圏への往来を容易にしている。4 3トル西にあるサンデイコールデイコールドーへの往来も含まれる。加えて2 0トルほどでライン側や対ドイツ国境へ行ける。セレスタ郊外には手付け数の自然が残っている。伝説によるとセレスタを作ったのは巨人のスレッドであったという。セレスタのドイツ語名であるシュレットシュタットとは この巨人の名に由来する。セレスタに関する最初の記述は8世紀に遡るが、当時は、キンツアイムの一部であった。セレスタの拡大は11世紀に始まる。ホーエンシュタウフェン家の先祖で、神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世の祖母である、ヒルデガルト・フォンビューレンは、聖フォアを数形する根拠の修道士が住まう教会を1094年に、建立した。 この修道会は、1217年に、皇帝フリードリヒ2世が、都市の地位を与えるまで、セレスタを支配していた。都市の権力は徐々に、ブルジョワーに移っていった。セレスタ住民や商人たちは、サントイコールフォア教会から数メートルのところに、教区教会として、サンジョルジュ教会を建てた。繁栄する、セレスタは1354年に住都市同盟に、 加盟し、1679年までの間に都市の防衛設備を強化した。ルネサンス期のセレスタは人文主義の中心地であった。セレスタにある学校の名は欧州中にとどろいた。神聖ローマ帝国南部を揺り動かした宗教改革、ドイツ農民戦争、そして30年戦争はセレスタを衰退させた。1632年にスウェーデン軍が 1634年にはフランス軍がセレスタを占領した。ルイ14世時代の1678年に結ばれた内命編の和訳によってセレスタはフランスに併合された。これらの時代にボーバニア義士、ジャック・タラドが都市防衛を強化した。セレスタはフランス軍の中屯地となって自由都市としての特権は失せフランス化されていった。 ナポレオン三世がスダンで敗れた後、1870年より、セレスタはドイツ帝国領に組み込まれた。再び、フランスに帰属したのは第一次世界大戦終結後の1918年である。しかし1940年のナチスドイツ侵攻によって、セレスタは占領地帯となった。1944年11月より、アメリカ陸軍が セレスタ解放に向けて戦闘を開始するが、ドイツの強力な抵抗戦で長期化し、最終的に1945年2月にセレスタは解放された。ありがとうございます。